はじめまして、川口公男と申します。よろしくお願いいたします。油絵学科のこの絵画組成室を預かっているものです。で、今回は展覧会をご講覧いただき、またこの講座を受けていただきということで、雨の中いらしていただいて感謝します。ありがとうございます。初めての方にとっては少し難しい言葉が出てきますから、途中で結構です。特に受験生の方、途中で結構ですので、分かんないときはすぐ聞いてください。答えながらいきたいと思います。まず油絵学科の中でこの絵画組成室という教室の意味ということなんですけれども、15世紀、16世紀、17世紀、油絵の具というものが、いわゆる油絵というものが成立していく過程の中で、その絵の具たちをどう扱っていくかというある仕組みが確立していきます。で、当然のようにそれはある古い描き方、描き方ということになりますが、まあ学生がここに集まってきて、今皆様の目の前にあるのは3年生の授業で、前期に一度、後期に一度、4週間ずつの技法研究という名の講座がありますが、それでみんなが描いた作品ということになります。向こうからフレスコ画、フレスコ画と呼ばれるもんです。そしてテンペラ画と呼ばれるもんです。そしてテンペラから油彩へと移行していく中での併用の技法、つまりテンペラプラス油彩の混合技法というような言い方を世界でします。そして17世紀に移って油彩のみで描かれた、つまり17世紀バロックの時代ですね、その当時描かれた描き方ということになります。その300年を学ぶことによって、その古い描き方を学ぶことによって、今自分たちが何を表現していくかということへつなげていくための教室ということになります。で、基本的に知識をどん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 こちら側が与えていくというような授業はしません。基本的にはせいぜい 10%、20% の知識しか流しません。あとは質問される、これは世界中のこの絵画組成室というようなポジションがそうでして、学生側から聞かれればどこまででも答えていきますが、知識としてはそれ以上流さないということがあります。と言いますのも、技法という言葉の意味ですね、英語で言えばどちらもテクニックということになりますが、本来技法という言葉は技術、テクニックにその人の考え方、そのクリエイターの考え方、思想、思考というものが加わって初めて技法という言葉に変わるという約束があります。ということは、過去の画家の技術を学んでいって、古典の画家の技術を学んでいって自分の技術にするということではなく、過去の画家がなぜその技術を使ったかという考え方をかすめ取ることによって、その点をつないでいく、つまり自分の好きな画家たちの作品、15世紀、16世紀、17世紀、18世紀、19世紀、20世紀とつないでいけば、その考え方の水流、水脈が今自分の足元まで流れ着いている、その先に自らの表現というものが開くだろうというふうな考え方があります。じゃあ授業に入ります。まずフレスコ画です。一般的に日本ではフレスコ画というふうに言いますが、正確にはアフレスコという言い方をします。
アフレスコという言い方をします。このフレスコというのはイタリア語なんです。まあ、大方フレスコ画というのはイタリアの方で描かれたということがありますけど、英語で言うフレッシュです。新鮮なという意味です。石灰岩と呼ばれる、いわゆる石灰岩の地層というものがあります。フランスのシャンパーニュ地方、ブドウ畑の下には石灰岩の層があります。で、石灰岩って何だろうというと、海底にたまった貝、微生物、サンゴのようなものが白い帯になってたまっています。それが隆起してきて、いわゆる山になる、そういうところから石灰岩を取り出します。そして焼きます。焼くと白くなります。そして水で消化します。そして砂と混ぜます。そして練ったもので壁に酸素を塗っていきます。そしてその酸素目の壁が濡れているうちに描いていく。何で描いていくか、顔料と呼ばれる色の粉があります。ただ若い人、これから今から世界に出ていって顔料と言っても通じませんから、もう世界共通語として覚えてください。ピグメントという言い方をします。ピグメントです。昔と今では随分様子が違ってきました。昔は植物性、鉱物性、動物性、そして錬金術師たちが作ったものというふうなものでしたけど、今はもう90%すべて化学的に作ったものということで、金属化合物、メタルコンプレックスという言い方をします。じゃあそれ以外の数パーセントは何かというと、いまだに土です。土星系の顔料ということになります。ちょっと質問します。土星系の顔料といって、使ってらっしゃる水彩絵の具、油絵の具で土という名前のもの、アンバー系の絵の具の名前で言うと、バーントシエナ、ローアンバー、あとはもっとありますけど、バーントシエナが出てきましたけど、バーントする前の状態はローシエナというのは、つまりシエナの土という意味です。イエローオーカー、オードという意味です。テラベルデ、テールベルト、緑の土という意味です。そしてバーントというのは顔料を焼きます。いわゆる空入りするように焼きます。そうすると徐々に色味が加わってきます。バーントシェンナを、ローシェンナを焼くと、徐々にあの黄土色が赤みを増していって、バーントシエナになります。赤くなりますということですね。そういうふうに土星系の色というのは非常にベースとして多く使われるということがありますが、まあ話戻します。ピグメントです。あ、もうちょっといきましょう。知ってるか知ってないかということで、絵の具の選択をする場合に、なんとなく感覚的なものが中心になりますが、もし当時の人が黒を使う前に、黒の由来というものが当然理解できているわけです。私たちは今黒が何でできているかはそんなに意識しない。すべてが金属化合物だからです。でもよく考えると、
職人の中に500年間続いていく DNA があって、やはりその性格というのは持ち続けているというような言い方も不可能ではないと思います。まず黒でいきましょう。当時チェンニーのチェンニーニ、この人の名前もまあ頭のどっかで覚えといてください。N がたくさんあります。チェンニーのチェンニーニ、14世紀から15世紀に生きた人で、芸術の書というものを当時書きました。日本ではそれを中村常、画家の中村常、あのエロシェンコの肖像でおなじみの中村常が訳しました。その芸術の書の中にいくつかの記述があって、もちろんもう今となっては間違いも散見できますが、どちらかというとやはり当時の使い方、考え方というのが私たちが研究する絵ではヒントになっているということです。そこに4つの黒が出てきます。どなたか、まあ、今使ってらっしゃる絵を描いてらっしゃいますか。自分の絵の具箱の中に黒は何色入ってますでしょうか。名前を教えてください。黒、うん、アイボリーブラック、ピーチブラック、ランプブラック、それくらいですね。まあ一般的にそれくらいですね。でも黒をそれだけ持ってらっしゃるっていうのもすごいですね。なんかいろいろ試して。ああそうですか。もう一つバインブラックというものがあります。ブドウですね、バイン。この4つが当時使われていた黒です。今私たちの絵の具箱の中にこの黒が4色あるとしても、色味、いわゆる雑味というか足の部分の色味、あるいは感覚でしか、あるいは好き嫌いでしか、あるいは乾きの速度でしか選ぶことはできないかもしれない。でも当時は全然違う方法でチョイスをしています。まずアイボリーっていうのは何でしょう。アイボリー、骨、何の骨、まあいいや、骨ですね。ね、ピーチは種、桃の種、ランプは炭。素晴らしいですね、よく勉強していらっしゃいますね。アイボリーというのは象牙です。もちろん今は世界的に取引はできませんから、例えば一時はシベリアの凍土の中に眠っているマンモスの牙を使ったりしていましたけれども、今はまあ骨、単純に何かの骨から取るということでしょうし、あとは金属化合物になってますね。いわゆるあの象牙をそのまま壺に入れて炭化させてすりつぶして粉にしたものを油と練って絵の具にしている、アイボリーブラックってことになります。ピーチブラック、いわゆる桃、梅、何でもいいです。種の中に種を割ってあげると植物核のような白いものが入ってますね。あれを集めて木炭化させてすりつぶしたものです。ランプブラック、すすです。すすを集めました。当時はリンシード、乾性油ですね、化学性質最も大事に使われていた油、乾性油を燃やしてすすを貯めて、そのすすを集めて練ったものがランプブラックです。そして最後バインブラック。バインブラックというのはもう当時からワインの栽培はされてます。毎年毎年剪定をします。
その剪定をした小枝を木炭化してすりつぶして油と練ったものということになります。皆さん今その木炭って言ったらどうしても柳をイメージすることが多いですが、柳っていうのは実にしなやかに普通にキャンソーにかけますけれども、 MBA か何か MBM か何かに木炭の、ブドウの木炭を使って書くとなると、そのカリ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 っていう調子、あれに近いもので、非常になんかこうペタッと低くするような黒ではないんですが、まあ知識として今4つを挙げました。そうすると例えば今友人の肖像を描いていて黒い T シャツを描いている、黒ずくめの服装を描いている、髪の毛も黒いって言った時に、上から下までどの黒をチョイスするか、もちろん皆さんの場合は混色という武器を持ってますから直接黒は使わないかもしれないけれども、基本的にクラナッハの絵のようにストレートに使う黒というものも美しいものです。でそこで柔らかい布を描いている時に果たしてアイボリーブラックをチョイスするだろうか、おそらくノーでしょう。つまりそこに何らかの形で材料の持っているあるテクスチャーというものがある、質感というものがある、それがもし絵の具の選択の中に加わっていくならば、さらに何らかの形で表現というものは広がるというふうに考えていただければいいと思います。まあ学ぶ気になればいろいろと組成、昔はどういうもので作られていたか、顔料が植物性であったか鉱物性であったか動物性であったか、鉱物性っていうのは簡単ですね、ラピスラズリのような石を砕いて砕いて砕いて粉にしてそのまま油と練ってあげるとただのグレーになります。それを水の中に粘土質の土を入れて、ある水の比重を変えて入れてあげれば層に分かれます。それを何回も繰り返してあの真っ青のラピスラズリというのが出来上がった。ウルトラマリン、青よりも青いということで天然のウルトラマリンですね。あるいはコチニールという、コロンブスがアメリカ大陸を発見した時にウチワサボテンにいる貝殻虫の背中に背負っている袋の中にたまった液体、スペインに持ち帰って莫大な富を得ました。それまではレオナルド・ダ・ヴィンチなんかが使ってたのはケルネスという赤でしたし、色の発色、美しさというのが全く違うということで爆発的にというふうなところです。さあ話をまた戻します。アフレスコ、いわゆる3層目の漆喰壁が濡れている時間というのは本当に短いです。ベストと感じながら入っていくっていうのはもう数時間でしょう、半日もないでしょう、マキシマム1日もないでしょうということになると、かき上げないままに壁が乾いてしまうということが起こりました。そこで出てきたのが石膏という書き方です。石膏という書き方です。これも先ほどフレスコはフレッシュだという意味ですよと言いました。今度石膏、ドライという意味です。つまり妙な言い方ですね、濡れた壁が乾いている壁というような言い方になりますけれども、壁が乾いてしまった、さあどうしようか、もう先ほどの状態で顔料プラス水で描かれてたんです。顔料プラス水で描かれてた、それが漆喰壁の中に取り込まれて
固まることによって接着剤を持たない顔料は永遠と保護されるようにして堅牢なものになっていったということになる。で、今度はそうはいかないと、何らかの形で接着性を持っているものでくっつけないといけないということで、ここで初めて絵の具というものが生まれましたということになります。ピグメントプラス、これは覚えなくてもいいですけれども、いわゆる転色剤、色を伸ばす転色剤と言ったり、媒剤、触媒の媒ですね、媒剤と言ったりしますけれども、まあ一言ビークルというふうに覚えてください。つまり接着性を持った何らかのもので顔料を練ってあげると、初めてそこで絵の具が誕生するということになります。で、このピグメントとビークルを混ぜることというのがイタリア語でテンペラーレ、という言い方をします。テンペラーレ、単純にイタリア語で混ぜるという意味です。何を混ぜる、つまり顔料と転色剤を混ぜるという意味です。で、それで初めて生まれた絵の具がテンペラ絵の具ということになります。テンペラーレの名詞形、テンペラ絵の具ということになります。まだこの段階では混ぜ絵の具程度に、絵の具の総称に近い形で使われてた節があります。その後すぐにビークルの違いによって油絵の具、もちろんそれ以前に油絵の具っていうのは当然あるわけですけど、大雑把に言って全てが混ぜ絵の具程度の意味で使われていたと。そしてその後すぐにビークルによって水彩絵の具、テンペラ絵の具、油絵の具、ニカワ絵の具、何々絵の具というのがより明確になったということになります。で、その中で エムルシオンという言い方をしますけど、乳剤のことです。ごめんなさいね、日本語がなかなか出てきませんね。乳剤ということです。つまり乳剤というのは水と油が混じっているものという意味ですが、言い換えれば水と油両方の性格を持っているということです。そのエマルシオンで練られたピグメントが、それのみがテンペラというふうに変わっていったということになります。で、こういう絵が描かれましたということです。皆さんがお好きなボッチチェリ、いわゆるこの時代には非常に油分の少ないものをテンペラマグラと言います。そして油分の多いものをテンペラグラッサというふうに言います。ボッチチェリの絵なんかを見ると、プリマベーラ、春はそのまんま油絵で描いたようにテカテカ光ってます。ああいうものは油分の多いテンペラプラス油で描かれた、あるいはということです。表面が光っているものは途中でもおそらく油が使われたということになります。そういう過渡期を経て、よりこの水と油という関係の油が増していくという道のりで、油彩というものが、油絵の具というものが形を明確にはっきり表してきたとも言えますし、同時にいろいろなビークルが試行錯誤の上、おそらく考えられるものは全て試されたということだと思うんですけれども、そういうふうにしてその先に油彩というものが確立した、両方の道を通っていったと思うんですが、
テンペラの次にこの油彩というものが確立していく。その中でこの時代より少し前に使われたテンペラの、この狭い意味でのテンペラ、エマルシオンで練られたテンペラの白、そして土星系の顔料で練られたテンペラのみが残ります。残ってこの油彩の中に組み込まれていきます。それをいわゆる油彩とテンペラの併用技法という意味で混合技法というふうに言います。これは世界中、イタリアではテクニカミスター、ドイツではミッシュテクニック、そして英語ではミックスドテクニックというような言い方して、世界中でこの頃の書き方のことを混合技法というと。で、展覧会をご覧になっていただいて、私もやや図式的にではありますが、若い頃ウィーンの美術大学で北方ルネッサンスの技法を学び、その後イタリア・フィレンツェのウィッシ美術館の中にありますけれども、フィレンツェ市の文化財修復監督局に行って、イタリア・ルネッサンスの混合技法を学びということで、ずっとこの50年間混合技法で描いてきましたと。やっと自分の技法が今ここまでたどり着きました。それ以降、そのテンペラの白というものがやがて形を油彩の白に変えていきます。土星系の色も全部テンペラから油彩へと移っていきます。それが17世紀バロックの時代、つまり今と同じようなものということになります。ただ日本の場合は印象派的な描き方というのを多く輸入したというところで、古典絵画技法というものを理解できていなかった、細々としか理解できていなかったということで、一番皆さんがご存知の名前で混合技法で描いた画家はというと、外国人に習った画家ということになりますけれども、今度はまあ難しい、あまり楽しくない話ですので、少し話題を変えていきたいと思いますが、まあ内容です。16世紀後半、ルネッサンス、世紀ルネッサンスの中で、リアリズム、今日本でも十分流行ってるというか、もてはやされてますけど、リアリズムという形が登場します。16世紀の初めにレンズというものが発明されました。これと関係があります。レンズというものがやがて望遠鏡を生みます。ガリレオ・ガリレイという人が登場します。空を見ます、宇宙を見ます。そして当時フマニストと呼ばれる人文主義者たちも大きくやっぱり動きを取っています。画家の周りにそういう人たちがたくさんいる。そこで世界というものは広い、世界の隅々まで記述するということの意味を強く感じ始めて、実際そういうふうなことで表現というものが一つの方向を持ったというふうに思ってください。16世紀後半、リアリズムの誕生というふうに考えてください。造形的な意味のみではなく、造形的な意味から離れたとしても、世界を記述する、
世界の隅々まで表現して再現しようとしようとするという意識が芽生えたということになります。ただ今日の話の中でここからが一番大事なところかもしれませんけれども、その後さらに進んでいきます。世界を記述するうちに世界というものはなんと儚いのか、人間の性というものは、生き物の性というものは、時間の性というものはなんと儚いのか、この時にどういう言葉を当てていいかわからないんですけど、儚さ、フラジリティという言葉がたまに使われますが、いわゆる儚さです。もっと言うならば悲哀、悲しみと呼んでもいいものだと思います。リアリズムの先には必ず悲しみがある、悲哀がある、儚さがある。そこまで表現し得て初めてリアリズムというものは、世界の模倣というものは表現できるんだと。これだけは覚えて帰ってください。そうすると今後、今まで皆さんは写真のように上手に描かれた絵がすごいと思ってらしたかもしれないけれども、今日からおそらくその絵の中に儚さ、悲しみ、悲哀というものを見つけられなければ、また違った考えを持つかもしれないということで、非常に大事な考えだと思います。表現そのものは全てその生、そして死というものを扱うということになります。ここにカラバッジョ、激しい生き方をした画家ですが、カラバッジョの世界で一番初めに描かれた静物画と呼ばれるものがあります。フルーツバスケットです。これを帰ってまた検索してみてください。ご覧になってみてください。18世紀になって花は花、花の美しさというものが描かれますが、ここには美しい果物一切描かれていません。虫が食ったもの、あるいは腐ったもの、あるいは枯れたものという形で表現されています。おそらく何を描こうとしたか、果物かごそのものを描こうとしたんじゃないということが分かっていただけると思います。今言いましたように、生の儚さです。この果物かごがどこに置いてあるかをちょっと注意深く見てください。テーブルの端に置いてあります。今にも落ちそうなところに置いてあります。普通何らかの形でモデルを並べて描こうという人たちはここに置きます。それがここに置かれてます。なんと危ないところに置かれているのか、これ一つとってもこの絵がただの静物画ではないということに気づかれると思います。これを例えば家だと思ってください。このフルーツバスケットを家、そうするとこの中に書かれた家族のおのおのは違った物語を紡ぎ出します。これを日本だと、これを学校だと、これを地球だと思って中に書かれた者たちの物語を自分で作っていただければ、この絵が
どういう意味を持っているか、まあ一言で言えば儚さを表現するために描かれた絵だということになります。18世紀以降、いわゆる美しい花、おいしい果物を描くというふうに絵画は変わってきますけれども、当時それ以前の絵画というものは、もちろんそれ以前のキリスト教絵画というものは象徴的なメッセージが描かれていて、つまりそれを読むための書物として機能していたということがありますが、ルネッサンス後半になりますと、鑑賞者としてその絵の前に立った者たちにある共感関係を促して、絵画に全くその人なりの新たな意味を付与する、意識を醸成するというふうに変わっていったということになります。いやいや大げさに聞こえるかもしれませんけれども、当時の一つの考え方です。今回私の展覧会のテーマ I'll be your mirror というのが、つまり愛というのは私ではないです、私の絵画たちですけれども、同じような意味で私がある程度ストーリーから出発したとしても、形から出発するんじゃなくて言葉から出発したとしても、その物語を読んでいただこうとは全く思ってないんです。同じような部分で相似形の物語というのが発生して、それを重ねていただくことがあるかもしれませんけれども、皆さんにはもし可能ならば、あの絵の前に立っていただいて、皆さんがおのおのの時間、おのおのの物語をあそこで紡いでいただければ、さらに言うならばその意識が変わるというような瞬間がしばらく経って起こっていただければ、もうこれは絵描き冥利に尽きるというか、本来の私の考えている作品の役割というものが成就するというふうに思っています。今のそのこれをもう少し他の部分から見て、今日の話を終わりにしようと思いますが、いわゆる北方ルネッサンス、昔はこれをフランドル絵画というふうに言っていました。今でもフランドル絵画という言葉はあるんですが、美術史の中では今北の方を北方ルネッサンス、イタリアの方をイタリアルネッサンスという分け方がもうこの 2,30 年定着しています。当然まずはイタリアルネッサンスです。そしてその後北方ルネッサンス、そこから先はお互いにないものねだりで追いかけっこが始まった。イタリアの画家たちは北方の画家たちの作品を見て、その緻密さに驚かされて、その重層的な色彩の表現に驚かされて、イタリアの画家たちは逆です、北方の画家たちはイタリアの画家たちの色彩の美しさに、人の性の美しさにというところで、まあ風土が持つ、当然風土が持つ風土聖徳的な先にある表現というものにお互いが刺激を受けながら影響し合って発達したということになります。英語で
生物が今生物が一番初めカラバッジョの生物が果物科学が一番初めの生物がって言いましたけど、英語で何て言うでしょうね、生物がっていうのは何て言いましたっけ。生物がスティールライフ。L は一つ二つ二つ。Still life。直訳するとまだそこにある命、あるいは静かな命。いろいろ訳されるでしょうけど、日本語になった時はもうそのまま生物がというふうに覚え込んでしまっているから、なかなかこの命って言葉が見えてこない。英語ってドイツ語の方から来てます。ドイツ語で何て言うかというと全く同じです。 Still Leben というふうに言います。 Leben は Life です。同じ意味です。命です。食料品店は Lebensmittel、 そういうふうに言います。オランダ語でも一緒です。 Still 一緒です。 Still Leben、こういうふうに書いたりします。北の方ではまだそこにある命、静かな命というふうに言いますが、イタリアルネッサンス、南の方では何というか、アルプスを越えて南に行くとイタリア語ではナツーラモルタっていうふうに言います。フランス語でもナチュールモールっていうふうに言います。意味は何でしょう。意味は自然、自然、ネイチャー。死んだ自然。同じ生物画というふうに思っても、北と南では片やまだ生きている命、片や死んだ自然、こういう言い方が違う。種明かしをしましょう。おそらく風土消徳的に、そのつまりどういう風土で生きているかによって考え方っていうのは随分違ってくると思います。皆さんが今ベルリンにいる、ベルリンの郊外で絵を描いている、ダーレム村にしましょう、ダーレム村のホテルで絵を描いている、リンゴを描き足したくなった、今描いている絵にリンゴを描き足したくなったので散歩に出かけて、しばらく行くと野生のリンゴの木を見つけて思いできた、さあホテルに帰って描いている対象の中にリンゴを入れて、さらに描き加えて描き進めていった。皆さんがフィレンツェにいる、フィレンツェでホテルで、ホテルの窓辺の前にしつらえて絵を描いている、何かもう一つ描きたくなった、もうさらに少し描き加えたくなった、そこで散歩に出てオリーブの枝を一つもいできて、モチーフとしてそこに描き加えるように置いた。下の方ではリンゴをもいでもこれはまだ生きている、描いている途中でも明日でも明後日でもまだ食べられる、まだ腐っていない、そこにまだ命がある。 Still life です。 Still Leben です。ん？ところが風土的に豊かな南の国では
腐り方も早いし、オリーブの枝をもいできた、もいだ瞬間に自然からナトゥーラから切り離されて、このオリーブは死んだ。これがいわゆる暖かい地方と冷たい地方の考え方の違いです。もうこれ一つとっても何かこじつけに聞こえるっていうところあるかもしれませんけれども、人はやっぱり環境の中で生きるということに対してどれだけ厳しいかということが一つの判断材料にもなるということで、ややこじつけに聞こえるかもしれませんけれども、一つの考え方として覚えてください。一番大事なことはここから先です。日本では生物、さあさあ皆さんそこにモチーフを並べて生物を描きなさいって言った時の生物がどうしても物になってしまっている、物になってしまっている。でもこのどちらも命を言っている、生と死という命を言っている。そこを考えましょう。そうするとおそらくは描く対象としてのモチーフというのは何かということを考えたときに、動機づけがなされて、つまりモチベーションですね、動機づけがなされてモチベートされたものがモデルとしてそこに並べられた。そしてそれを観察している皆さんが、あ、分かった、今この瞬間に出発できそうな気がするという時には、天からイメージというものが降ってきます。その瞬間によし書き出そうということになるはずです。その時初めて対象のモデルというものはモチーフに変わるということになりますね。少なくともさあさあモチーフを並べて書き出しましょうということではないということです。そしてそのモチーフというのがこういうふうな形で違う言われ方をしている。画集を見ていってもそこに夏浦モルタってあっても死んだ自然かとは思わず、普通に生物画だと思うんだけれどもというところですよね。私たちは何を描こうとしているのか、それは風景であっても生物であっても、さらには人物画と呼ばれるものであっても、そういう垣根は全く意味を持たない。あらゆる意味で人を描いている、人間像を描いているという意識があれば、先ほどのカラバッジョの生物のように、仮にその姿を借りているだけです。何かそこにリンゴがあっても、そこに桃があっても、描こうと描こうとしているのは、それが自画像かもしれないし、未来の人間像かもしれないし、若い人いらっしゃるからさらに言いたいですけれども、あなたたちがやるべき仕事というのは21世紀の人間像というものを新たな形で提示することでしかないですよということは言えると思います。それがクリエイターにとっての仕事だというふうに思っていただければというふうに思います。ここでの講義、まあこれくらいにしましょう。何か聞いていて分からなかったというところが終わりならば質問答えます。どなたかどうぞ。これはですね、その日本での技法書何かを読みますと、まずテンペラ絵の具の白というのが
意味を持つって書いてありますね。でそれが初めのうちは形を描くために使われる、その次には色出しのため、色出しっていうのはつまりあるピンク色を作るのに、それまで白と赤を混ぜてピンク色を作ってたと。だけれども白を塗って赤をグレーズしたらピンク色になると。だけれども赤を置いておいてテンペラの白を入れていけば、つまり油性の中にテンペラの白を水で入れていけば、もっと白くしたいところは明るいピンク色になって、ここでいいところはそのままでというふうに幅が自由に作れると。それが一番おいしいんだというのがテンペラ白による濡れた油彩状の色出しということになる。つまり形のための白から色出しのための白、そして最後は光のための白ってことになります。と言いますのは、油絵の具の白というのは数ヶ月で退色します。テンペラは退色しません。ですから油絵の具の白の上にテンペラの白を打ってあげると、本当にそれは光に見えてきます。会場で私夜の星を結構打ってますね。あれで光が強く、こちら側の光が強くなればなるほど、あちら側の光は強くなる。そういうふうに被覆力のある絵の具ですから、白というものがそういうふうに形のため、色のため、光のため、言い換えれば骨のため、肉のため、皮膚のためというふうに動いていく。何もね、身体性、表現の身体性みたいなものを大げさに考えることないんです。痩せてる人がいる、大きい人がいる、小さい人がいると同じように、自分でももともとその体を持ってます。そしていくら僕が厚く塗りなさいって言っても、薄く塗る人は厚く塗らないというふうに、もともと自分が持っている形というのがありますね。それをものすごく大事にしながら、白をこういうふうに使っていけばいいっていうことなんです。で一つだけ、その白やって透明色、白やって透明色、白やって透明色っていうふうに、ものすごくこうレベルの低い技法書っていうのはそういう書き方をしてますけれども、一番大事なのはこのテンペラの白で学んでいただくということは、油の白よりも被覆力がない状態、つまり下が油で濡れてる時にテンペラの白を入れたら、ちょっと目つぶってください。白い粉があります。水を落としていきましょう。ポト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 っと水を落としていきましょう。少しグレーになりましたね。じゃあもう一つの山、そこに油をポトポトと落としてください。どちらがグレー強いですか？水より油の方が光の屈折受けて少し透明度が上がった、そういうふうに見えましたか？そういう状態なんです。つまり油絵の具の中にテンペラの白を水で入れていった時に、それはグレーになるんです。中に入ればグレーになるんです。そのグレーのことをオプティカルグレー、視覚的灰色というふうに言います。つまり白を乗せてしまうと、下がどんなにいい旅をしてきても、そこで白を乗せてしまうと、上から乗せる色はキャンバスの白の上に乗せると同じようにまた戻ってしまいます。ところがテンペラでグレーが作れるということは、下の色をどれだけ生かして上の色をどれだけ生かすかという、このオプティカルグレーが司っているということなんです。つまり薄く使えば下の色を生かして上の色を抑制する、ちょっと強めに使えば下の色を抑制して上の色をというふうに逆転させていく。仕掛けはそれだけです。どれだけ白を大事にするか。なぜ白なのかと言われれば、光スペクトル、全ての波長を跳ね返す色だからです。で白を丁寧に丁寧に限りなくグレーの幅で使っていくことによって、人の肌が描ける装置、つまりインプリミトゥーラに黄土色が塗ってあります。白で描きます。赤のグレーズします。白を4段階に使えば肌色が4色出てきますと。パレットの上でボッチェーヌのように白とバーミリオンと黄土色を混ぜて肌色を4色作ります。そこから出てきたというふうに思ってください。
なかなか人の肌を再現するのに難しい絵の具の強さは、レオナルド・ダ・ヴィンチが言ってます。光と水蒸気と空気、そういうものを通して世の中に固有色など存在しない。つまり絵の具の色は強すぎる。赤い服を着ているからといって赤色だけでは塗れない。そこには空気があり水蒸気があり光があるからですよ。で白をそういうふうにグレーという幅の強い弱いの幅で使うことによって、上に乗せられる色、下に作った色は全てがコントロールできる。それでああ分かった、白をこう使えばいいんだなということで、画家たちはそれを油絵の具の白として使い出したというのが17世紀以降ということになります、ということです。ですからあまり固く考えないでください。例えばあなたが油絵の具のキャンバスに油絵の具だけで描いていって、そして仕上げ近くになって肌だけテンペラの白を入れていって自分のものにしていくっていうようなことも可能です。もう順番順番を丁寧に守ったからといってできるもんではない。昔から言われてます。混合技法というのはこれだけ20人いたら20通りの混合技法に分かれる。つまり古典絵画技法というのは型があって自分をはめていくということではなくて、今の自分というものがしっかりあるときに古典というのは急に自分の前に現れてくるものだという考えがあります。そういう中で古典というものを自分の制作の中に生かしていけば、混合技法あるいは釜湯あるいはグリザイってものが生きてくるかと思います。楽に考えてください。じゃあこれで、終わらせていただきます。じゃあ会場を移していくつかの質問に答えられれば答えたいと思います。今日はありがとうございました。